こんにちは。お世話になります。すいません、遅くなりまして。いい家で。キャンプずっとやってたあの、はい、リュウさんという方で、はい、この方もあの YouTube やられてるんで、はい、この車ですか？これです。もうすごい、こんなになってるんですね。これがうちで販売してる。ちょっとあの僕ですね、こういう車を見たことがなくて実際に、はい、なんでちょっとあのよろしければあのご説明いただいてもいいでしょうか？いいですよ。コンセプトは週末の車中泊旅、はい、まあ、簡単にこう週末車中泊に行けるような仕様で、なおかつ普段乗りもできるように、グレードはジョインという、もしくはジョインターボというバンなんですけど、ワゴンに近い内装のものを選んでます。でこの車両は4駆ベースでデモカーとして作ってるので、オプション類がたくさんついてますけど、基本装備としてはこういった中の家具一式とか、100アンペアのディープサイクルのバッテリーが2つ標準で、1500ワットのインバータも標準、走行充電器、外部充電器、あの電子レンジ、そんな電気類、そのあたりは全部標準です。でお値段が230万円台から、はい、4駆のターボでも、280万円ぐらいです。なので消費を入れても300万で収まる。しかもあれですね、あの普段乗りできるっていうことで一応4人乗れるっていうのが、ね、はい、ちょっと ベッドにしてるんで、はい、一回戻してみましょうか。はい、もうすぐですね、4人乗りするのが、はい、こうやってもらって、おーすごい、これだったらもう家族とかいても全然このまま行けますもんね。はい、もう日常の足として使ったり、仕事ある方だったら通勤で使って、週末は車中泊の旅とか、なるほど、あの週末キャンプとかっていうような感じで使ってもらえたらいいかなっていう車です。つい最近ですね、僕はあの自分の車をやっぱ車中泊仕様にしようと思って、はい、いろいろまあ天井とかやったりとかしたんですよ、はい、見ました。そしたら車検がなかなか通らないというのがあったんですけど、はい、これはもう完璧に、これはもうこの状態で車検通してるので、なるほど、全てこれはクリアしてます。クリアしたやつってことですね、はい、で重量も、はい、この形で販売してるので、はい、構造変更だったり、はい、っていう手続きを全てして、次お客様が買っていただいたら、はい、継続検査はこの状態で車検通りますんで。なるほど、はい、まあ、僕も DIY 好きなんで、はい、DIY をこう楽しむ人とかは、はい、作って自分で車中泊仕様にするのも全然ありだと思ってるんですよ、はい、ただまあ中には DIY するのめんどくさいとか、うん、もう買ってすぐ車中泊の旅とかキャンプに出かけたいとか、はい、っていう方もいらっしゃるんで、はい、そういう方はもう最初から出来上がってるものを買っていただいて、うん、あとまあいろいろ自分で工夫して、はい、あのプラスで装備とかつけたりして、はいはい、楽しんでもらえればいいかなと思います。なるほど、すごいですね、完璧ですね。多分あのチャンネル始まって以来のちゃんとした車に乗るんで。そうなんですか。あとまあ僕も車好きなんで、はい、やっぱりこうちょっとドレスアップをしたいとか、まあ、車の見た目もかっこよく乗りたいっていうところがあるんで、はい、あのこれタイヤなんかもオプションで販売してるんですけど、はい、軽バンで14インチつけてるんですけど、はい、これ車検通るんですよ、このタイヤ、はい、横浜タイヤさんから出てるんですけど、はい、で今回タイヤアップいただいてるんで、ちょっとステッカーをそこにあのコラボで話してもらってるんですけど、なるほど、それで横浜タイヤの付け替えがあるんですね、はい、なのでまあ軽バンですけど、あの12インチの鉄チンホイールじゃなくて、うんうん、こうやってアルミホイールを履いて普段も走れるし、うんうん、2泊3日程度だったら、うんうん、この電子レンジとかも、はい、あの普通に使ってレンチンメニューとかでコロナ禍で過ごしてもらうとか、なるほど、いうこともできますし、ちなみにあのこう昨日うちの動画でアップしてるんですけど、はい、このレンジが何分持つかっていう標準装備のバッテリーで、はい、っていう実験をやりましたんで、はい、よかったら見てください。わかりました、じゃあリンクをそれ貼らせてもらいます。はい、肉まんを20個温めてもまだ大丈夫でした、はい、あ、なるほど、はい、これ最初からそのこのパッケージで
買うと電子レンジとかも全部ついてる。電子レンジついてます、この中で 見てるところでオプションなのはテレビと、このカーテン、それからここに網戸。ああなるほど、はい、このあたり、まあ、あとナビとかその辺はオプションですね。あのカーテン好まれる方と、はい、あのもうシェードを貼っ付けた方が冬場なんかは断熱性が高いんで、まあ、そちらを好まれる方といらっしゃるんで、まあ、どちらか選んでいただけるように。なるほど、あえてオプションにはしてないです。で冷蔵庫も標準装備はしてないんですけど、はい、あの想定がもう週末仕様なんで、あんまり電力取られるのも場所を取るのもって考えて、はい、こういうクーラーバッグなんかを使ってもらえれば、はい、あのビールとかお酒とか冷やして持ってったり、はい、まあ、もしくは行った先であの冷蔵庫が必要な、あのお土産とか買ってもらっても十分こうクーラーバッグで対応できるかなという。なるほどですね、はい。でこのテーブルは、はい、前にも動くんで、やってもらってスライドさせてもらったら、ここで対面で2人で食事できたり。なるほど、そういう作りなんだ、はい。まあ、ここでお食事して、はい、夜寝るときとか、はい、まあ、食べたものとか片付けるのめんどくさいときあるじゃないですか。ここに乗っけたまま、はい、これ後ろにスライドさせてもらって、はい、でこれちょっと小物入れがあるんで、これを少し出してもらってここに乗っけとくと、この足をしまえばもうここで固定されるんで、まあ、この上に荷物とか食べたものとかっていうのを置いとってもらっても、そのまま足元は広く、ああいいですね、使えて寝れますよ、はい。であとまあそんなに頻繁に出さないもんだったら、もうこの下が収納になってるんで、はい、ここに割といろいろ入ります。深さも18センチぐらいですかね。で奥行きもあの奥に穴を開けてるんで、はいはい、長いものでもセカンドのシーズンの下まで持っていけば、ズドンとか釣り竿とか。週末に行くんだったらこれ十分すぎる広さですもんね、はい。これはあの転送系ですね。これ二層構充電とか外部充電、外部充電はここからあの外部電力が取れるようになってますね、はい。この1500ワットのインバーターも標準装備です、はい。でここにシンクがあるんですよ、はい。一応あのお水をちょっと使いたいとか、はい、手を洗いたいとか、はい、いう方とかはここ使ってもらって、はい、お水自体の水道をつけてないんで、はい、あの蛇口はもうこういうあのポータブル の、はい、あのウォーターサーバーとかにきれいなお水を入れて使ってもらう、はい。で僕のそのコンセプトとして、はい、あのもともとこう水を積んでいくとか、あの給水タンク排水タンクを積んでるキャンピングカーって結構たくさんあると思うんですけど、うん、はい、どうしても水が汚くなっちゃうんですよね。そうですよね、あの夏場とかはで雑菌が湧きやすかったりとか匂いが出たりですよね、はいはい。なのであまり清潔じゃないので、うん、やっぱお水は清潔なのを使ってもらいたいんで、はい、まあ、もう出先で水も重たいんで、うん、出先でミネラルウォーターとか、はい、まあ、あの湧き水とかもありますし、はい、そういうのを使ってもらって、こういうウォーターサーバーで顔を洗ってもらうとか、あの手を洗ってもらう、歯磨き朝起きしてもらうっていう感じで使っていただいて、はい、でここに排水タンクが3リッター分だけちっちゃい排水タンクがあります。ああなるほどですね、はい。なのでまあ1泊2日とか2泊3日程度だったら、はいはい、まあ水も3リッターぐらい、そうですね、はい、出せば十分かなっていう。また3リットルだからこそここがちょっとそう、ああそうですね、スペースでね、はい、このスペースで収まってます。そうですよ、ね。あとここで顔洗いたいとかっていう人もたまにいるんですけど、はい、まあ、このサイズで正直顔洗うと、うん、もう周りがベチャベチャになるんでそういう時はちょっとこういうアイテムがあるんですけど、これネットで買うと2000円とか、はい、それぐらいなんですけど、こういうあの洗面器でできるんですよ。なるほど、はい、こんな感じで、あのこれで顔を洗ってもらって、あと水抜くときはここをこっちに持っていけば、あなるほど、はい、ここに水抜き穴があるんで、この辺はもうあの工夫次第で、まあ、どうとでも使えるんで、あの皆さんでアレンジしていただいて使っていただいたらいいかなと。なるほど。そうするとポンプも故障のリスクとかもなくなるんで。そうですよね、はい。ポンプって結構ね、あの使ってると弱くなるんですよ、水圧が。で上がらなくなってきたりとかも結構あるんで、まあ、そういったメンテナンス費用もいらないようにしてます。だからこっちはあの大型の収納が入ってますね。はい、あとこの下に、メンテナンス用のバッテリー端子が触れるようになってて、バッテリー自体はこの扉からスライドで出すことができます。
なるほど、はい、この下に延長のパイプがあるんで、このシートをここに、はい、まあこれキャンピングカーではよくある仕様ですけど踏ましてもらうとここにテーブルつけれるんで、なるほど、まあ、外で、はい、だからキャンピングカーで行ってそうじゃない人たちとキャンプやるときっていう時とかでも、はい、この後ろをつけてもらえれば、ここで俺はこの中で快適だぞって。そうですね、誰かここで寝てたとしてもここで外で遊ぶ。でもできますし、はい、できますよね、はい、わーすごいな、よく考えられますね。バーベキューとかをこっちでやってても、はい、ちょっとあの野菜 の、うんうん、あの下処理だけレンジでやっとくとか。あーいいですね。はい、かぼちゃとか火通りにくいですから。結構よくあるのがあの子供とかとバーベキューとか行くと、はい、あの例えばスパゲティが食べたいとかいう時に、はい、コンビニとかで買ってきてそのまま大体食べさせるんですよ、はい、あんまりあったかくないような。でもここでなんか焼きながらお腹すいたってなったらこっちでちょっとやってとか。あ、もうそうですね。で最近電子レンジ温める冷凍食品とかがものすごく美味しくなってるんで、あ、はいはい、あのこのレンジは、この前、合計で24分回してもまだバッテリーは持ってたんですよ、電気もつけたまんまで。なので冷凍のスパゲティとかで多分あの650ワットで5分とか、はいはいはい、500ワットで7分ぐらいなんで、うんうん、全然2人分とか3人分ぐらいは余裕で作れます。なるほど、いけますね。あとまあここは180、はい、一応ベッド地を取ってるんですけど、はい、あの実際に人が寝るって枕使ったりとかするんで、はい、まあ、170の身長でもやっぱり枕分プラスアルファが出るじゃないですか、はいはい、なのでそういう時は助手席が高さ合わせてあるんですよ。ほうほう、こういう感じで、ここ。あ、なので身長が180あったら頭が足が先から頭がここに来るんで、枕をこっちに置いてもらえれば、この、ね、この長さ 2m40 ある。なのでもうあのガチで日本一周するとかっていうような感じではなくて、はい、普段もあの仕事で使ったりとか、はいはい、通勤で使ったり、うんうん、まあ、例えばお友達とどっか出かけたり、はいはい、で週末遊びに行くときには車中泊もできるよというのがコンセプト。そうですね、あの多分僕もあれそうなんですけど、やっぱり普段使いしたいっていうのがあるから、はいはい、やっぱりずっと旅するわけではないじゃないですか、はい、そうですね、本当週末に遊びに行ったりとかっていうだけなんで、はい、そう考えれば、それを便利にもう簡単にやってしまいたい人はこういう車をご購入いただければ、いい、車検の問題も気にすることなく。そうですね、僕がすごく気にしてた問題はできます、まあ、もちろん、ね、金額は高くはなるんで、はいはいはい、まあ、DIY がお好きで安くあげたいっていう方だったら自分で作られるのもまあ楽しいと思うので、それもそれで一ついいと思うんですけど、はい、まあ、こういう車もまたありなんじゃないかなと思う。そうですね、この車両でいうとちょっとオプション設定にはまだしてるんですけど、はいはい、完全に締め切った状態で、はい、例えば暑い寒いって時に、はい、このグレードだとまあ後ろパワーウィンドウなんで、はい、でも開かないんですよ、はいはいはい、けどうちのはですね、あそこにあのスイッチつけてまして、はい、窓動くようにしてるんですよ。へー、サブバッテリーの電源を使って、はい、後ろの窓だけ開け閉めができるように、はい、ここにスイッチをつけてます。あ、それはいいですね、はい、これなかなかやってるところなくて。そうですよね、はい、あまり見たことないですね。で通常だと、まあ、あの皆さん選ばれてるもう少し安いグレードのエブリーは、はい、後ろが手動の窓なんですよね。なるほど、なるほど。なのでエンジンかけなくても開け閉めできるんですけど、はははは、このジョインをとかあとターボモデルを選ぶと、はい、必ず後ろパワーウィンドウになるので。なるほど、なるほど。この機能があると車中泊の時とかすごく便利だと思います。僕もあの今の乗ってる車はやっぱエンジンつけない、つけるつかのスイッチつけないと、はい、やっぱり開かないんで、はい、で毎回前に行かないと、毎回前に行ってっていう、はい、で前に行くのもやっぱすごい体伸ばしてそうですよね、なりますよね、絶対普通に、はい、なります。で特にこう間仕切りでここカーテンで仕切ったりして後ろだけで寝てると、はいはいはい、もう前か全く関係なしみたいな。そうですよねとかもう こっちに荷物置いちゃったりとかするともう大変ですよね。キーを差し込むのも大変になります。右からこう行かないといけない、はい、すごく大変なんで、これがあると非常に便利。これはいいですね、はい、このスイッチ。あ、ウィンドウとシガー電源、はい、これがあの天井の照明、はい、これが真空上の照明。なるほど、はい、でこれあの電圧とシガーソケットです、ね、はい、この USB の充電と、あ、なるほど、
このシガーソケットの、はい、電源が使えます。なるほど。だからこれも標準装備ですけど、インバーターのスイッチなんで、はい、これすると先ほどの 1500W のインバーターが起動するんで、はい、あそこに 100V のコンセントが2箇所なるほどと、ここにもちょっと見えないですけど、はい、この裏にもコンセントが2つあるんで、はい、まあ合計4箇所でコンセント使えます。で 1500W あるんで、はい、普通にもう電子ケトルとかそういうものも使えますし、使えますね、はい、ドライヤーだったら出力のちょっと低い弱とかぐらいだと全然使えます。なるほど。はい、まあ大体一般家庭の家電製品とかは基本的にこう使えるって思っていただいて大丈夫かと思います。このババ、これはベバスト社製の FF ヒーターです、はい、なのでエンジン切った状態で中にヒーター暖かくするっていう機能なんですけど、これはオプションです。あ、なるほど。はい、で下にもうビルトインさせてるんで、はい、注文時に受けてお付けするっていうオプションになってます、はいはいはい、あとまあ上の棚とかも、はい、あえて蓋をつけずに作ってるので、はい、毛布とかブランケットとか、はい、ちょっとかさばるものもグイッて押し込んでしまえるように蓋をつけちゃうと、蓋に収まるものじゃないと中入らなくなっちゃう。そうです、そうですよね、はい、それからもう一個ちょっとポイントが、はい、ここにパイプが2個あるんですけど、はい、これが実はメタルラックパイプになってるんですよ、はい、でこれ外せるように作ってまして、ほうほうほう、こうやって取れるんですね、はい、でこれを取ってどうするかというと、お好きなところにメタルラックパイプのジョイントですね、はい、これを入れてもらってこう差し込んで、はい、でこれをまた戻してもらうんですよ、はい、でこうやってやるとメタルラックのパーツが使えるようになるので、例えばですけど中で食事したりとかするときに、はい、ゴミって結構出るじゃないですか、はい、でここにコンビニの袋をかぶせて、うん、こうやってやっとけばこれでゴミ箱になるんで、食べ物のゴミとかをここにポイポイ捨てていくっていうこともできますし、ハンガーにもなるんですよ、はい、こういうのかけたりもできますし、ちょっとマグカップ使った後にかけとくとかって、こういう、うん、なんか鍵とかここにかけとくとかっていうのもできますし、はいはいはい、なんかこうここでちょうど洗い物をして、はい、できますね、干しておくってことですね、そうですね、はい、こういうタオルとかもこんなんでかけれたりとか、100均で売ってるようなこういう、うん、ゴムの紐でこう結んでると、はい、こうやってかけてもらうとこれで固定できるんで、なるほどなるほど、はい、もう走ってても動かないっていうふうにもできます。拡張性を考えてこのパイプが付けられてるんですね。そうです。なのでこれはポールだけが標準ついてるんで、はい、この辺りのパーツとかは、うん、もうそれぞれ使う人によってホームセンターで自分がいりそうなものを買ってもらって、うんうん、使う人用にアレンジしてもらって、はいはい、使ってもらえれば便利かなという感じです。最初からもう完璧にこれっていうのが付いてるともうそれしかできないけど、はい、こうやってもう自分の好きなようにっていうことですね。そうですね、うんうん、なかなかこういう売ってる商品で完璧に自分のものってないんで、やっぱりどこかこう自分用に変えたりとか変更したりとか、でそれをまあなるべく手軽にできるようにっていうふうに思いました。結構ね、皆さんキャンピングカーっていうともうなんかがっちり全部が揃ってるんだみたいなイメージを持っておられたりするんですけど、やっぱもう全部必要なものをつけちゃうと金額も高くなっていくし、なのでこれは一応肉のターボでジョインターボの2WD の4速オートマチックのモデルをベースにすると、はいはい、大体その、まあ、標準でついてるこういう電子レンジとかも標準でついてるんで、うん、プラスでこのナビとか、はい、あとフロアマットとかサイドバイザー、はい、カーテン、うん、網戸、ETC とか、はい、その辺つけてざっと300万で収まります。乗り出し300万、肉のターボだったら乗り出し300万ぐらい、はい、まあでも、はい、あれですよね、かの力さんの、はい、視聴者層の方にはちょっと新しい感じで映るかも、はい、いや多分新しく映ると思いますキャンピングカー K でもこんなんがあるんだよっていう感じで思ってもらえれば、ね、はい、これでも2人寝れますよね。2人全然寝れます。寝れますよね、はい、1人だったらもうダブルベッドに近いぐらいの感じ、ね、はいはい、広々です、ね、広々、でこれ上に防音と断熱の処理をしてるんで、はい、K のバンってそのまんま使うと、はい、もう雨の音がものすごいじゃないですか。うるさいです、はいはい、なのでこれもしっかり断熱入れてるんで、まあ、その雨音とかも、あ、それもちょっと見てみたいですね、はい、聞いてみてください、はい、これはちょっと今日僕寝るのが楽しみです寝るのがというか、使うのが、はい、あ、もうこの中でいろんなもの使ってみてください、はい、ありがとうございます。じゃあこれをお借りします。はい、はい、どうぞ家に使ってみてまた感想を教えてください。お待ちしました、はい、はい、ありがとうございます。